どうも、アサです。今回はギリシア神話において、ブドウ酒と酩酊の神、ディオニューソスのキャラクターについてご紹介させていただきたいと思います。ギリシア神話におけるディオニューソスの祖母ハルモニアは、愛と美の女神アプロディーテと軍神アレスの娘で、ディオニューソスの母セメレーは、そのハルモニアとテーバイの王カドモスの娘でした。セメレーの美しさを気に入った神々の王ゼウスは、人間の姿でセメレーのもとに現れると、神と交われることを光栄に思えと関係を持ちます。やがて妊娠したセメレーは、ゼウスの妻で神々の女王ヘラの恨みを買うことになりました。嫉妬心を燃やしたヘラは、セメレーのかつての乳母ベロエに変身してセメレーに近づくと、お嬢様が会っている男は神の名を語る偽物かもしれません。近頃神々詐欺が横行していて、神の名を語って若い娘を甘噛みな不届き者がいるようです。お相手の方に本当の姿を見せるよう問い詰めてみてはいかがですか、というようなことを吹き込みます。この忠告によってセメレは膨らむ疑心暗鬼に耐えきれなくなり、セメレはゼウスに、愛の証に神の力を持って私の願いを一つだけ聞いてほしいと切り出し、それに対してゼウスはストゥクス川に誓って必ず叶えると約束しました。ちなみにストゥクス川というのは、ギリシア神話において地下を流れているとされる聖者の領域と死者の領域を区別する大河です。セメレはゼウスに、お妃のヘラ様に会う時と同じ姿を見せてくださいと迫ったのですが、ライカをまとったゼウスの真の姿は生身の人間の体では耐えきれるものではなく、ゼウスは約束したことを後悔したものの、ストゥクス川にかけた誓いは神ですら背くことができない絶対的なものであったため、仕方なしにゼウスが変身を解くと、人間であるセメレは立ちどころに灼熱の閃光に焼かれて絶命しました。セメレの胎児、つまりディオニュソスはゼウスの血を引いていたため、焼死を免れるも、まだ妊娠6ヶ月と誕生するべき時期になかったことから、ゼウスはセメレの焼死体からディオニュソスを取り出すと、それを自身の腿の中に閉じ込めて胎児が成長するのを待ったことから、ディオニュソスは二度生まれたものと呼ばれるようになりました。こうしてその後、改めて生まれたディオニュソスは、母セメレの姉妹であるイノに養育され、イノの夫でボイオティア地方オルコメノスの王アタマースもそれをサポートします。これによってイノとアタマースの夫婦は、ディオニュソスの誕生を苦々しく思っていたヘラの怒りを買うことになり、アタマースはヘラによって狂気を吹き込まれると、自身とイノの息子レアルコスを鹿と思い込んで射殺してしまいました。イノはもう一人の息子メリケリテースを抱いて逃げましたが、アタマースに追い詰められた母子は共に海に身を投げることになります。ゼウスはディオニュソスを育てた恩義からイノを白い女神レウコテアとし、メリケルテースはイルカに乗った少年の姿で表される怪神パライモーンとしました。一方、まだ幼いディオニュソスはヘラの嫉妬の追撃を避けるために、ニューサ山の精霊であるニュシアデスに託されます。このニューサがどこなのかについてはなのですが、後述いたしますディオニュソス信仰が確立した土地は全てそこにニューサがあるため謎となっています。ニューサで成長したディオニュソスは、ブドウの栽培方法やワインの醸造技術を身につけ、これらの技術と酒による陶酔がもたらす狂乱の祭儀を広めるために、ギリシアやエジプト、シリアなどを放浪し、この狂乱の祭儀は庶民を中心に熱狂的に受け入れられ、インドにまで至りましたが、一方で野蛮な宗教だと権力者から迫害されることも多く、ディオニュソスはそうした自分を神と崇めない者に対しては厳しい罰を与えました。アテナイ近くの村イカリアで、ディオニュソスは農夫イカリアスのもてなしを受け、喜んだディオニュソスはイカリオスにブドウの栽培とワインの醸造を伝授します。イカリオスは出来上がったワインを得意げに村人たちに振る舞い、村人たちはその味に大変喜んだものの、初めて酒を飲んだ村人たちは酔っ払うということを理解できなかったため、毒を盛られたと誤解してイカリオスを殺害してしまいました。事の次第を知ったディオニュソスは怒り、すると村には悪病が流行り、飢饉が訪れ、挙句村の娘たちが狂い出し、やがてイカリオスを誤解してしまったことを理解した村人たちはディオニュソスを崇拝することになり、ディオニュソスの怒りが収まると、イカリアはブドウの産地として名を馳せるようになりました。
ディオニューソス信仰はディオニューソスの故郷テーバイでも女性たちを中心に広がり、信者たちは家庭を捨て山中で狂気乱舞し、それを知ったテーバイの王ペンテウスは、この信仰宗教をみだらでいかがわしいものに違いないと決めつけて弾圧します。そうしてペンテウスはディオニューソスを投獄しますが、ディオニューソスはいとも簡単に抜け出し、王家の女性たちも信者に変えてキタイロン山へと連れ出したので、ペンテウスは祭儀の様子を覗きに行きました。ところが信者の一人がペンテウスの存在に気づくと、狂い立った女たちが一斉にペンテウスに襲いかかって八つ裂きにします。この集団リンチの指揮を取っていたのはペンテウスの母アガウエでした。錯乱状態から興奮が冷めた信者たちは、自分たちの罪深さに恐れおののきましたが、ディオニューソスは、神を侮った者が悪いのだ。神の前では人間など塵やくたに等しいと、信者たちの意識を改めさせます。こうした具合に各地でトラブルを起こしながらも、ディオニューソスは熱狂的な信者を獲得していき、やがてギリシア全土で崇拝されるようになりました。またディオニューソスはこの旅の途中、ナクソス島で英雄テセウスに捨てられたクレタ島の王ミノスと、キサキパシパエの娘アリアドネを見初めて妻としています。ギリシア世界にディオニューソス信仰を確立させると、ディオニューソスは冥界へと通じるとされる底なしの湖に飛び込んで、顔も見たことのない死んだ母セメレを探しに行き、冥界の女王ペルセポネに銀梅花の木をプレゼントすることでセメレを連れ戻すことに成功します。ディオニューソスは母セメレが他の死者たちの嫉妬の対象にならないように、母の名をティオーネと改めて神々に紹介し、ティオーネは女神となって神々の仲間に加えられました。さて、歴史的背景としてのディオニューソス信仰は、現在のブルガリア南東部、ギリシャ北東部、トルコのヨーロッパ部分からなる歴史的地域トラキアで発生したと考えられ、集団的な狂乱と闘争を伴うこの信仰は、秩序を重んじる権力者からの弾圧を受けながらも、民衆の間で拡大して、今から2700年以上前、紀元前7、8世紀頃にギリシアへと広がったのですが、信仰が拡大する過程で、フルギアの豊穣神サバジオスや、クレタ島のザグレウスなどなど様々な神の特徴を吸収し、ディオニューソスは単なる武道の神から複雑な伝説を備えたキャラクターへと変化していきました。ギリシア神話においてディオニューソスが各地をさまよいながらインドまで遠征して信者を獲得したことは、こうした歴史的背景が反映されていると考えられており、これはワインの伝わったところにディオニューソスが伝わったことを物語っています。ここまでの流れと大きな矛盾が生じるのですが、ディオニューソスはギリシア神話において最後に現れた神であり、そしてトラキアで発生したディオニューソス信仰がギリシアまで広がったとされるより以前、今から3600年以上前、紀元前1600年頃、ペロポネソス半島に登場したミケーネ文明の文書には、ゼウスやポセイドンと同様にディオニューソスの名前が発見されています。もしかするとディオニューソスは、信仰ごと一度ギリシアを離れて、ギリシアに再到来したのかもしれません。なんだか回りくどい感じですが、そう考えるとディオニューソス信仰というのはギリシア神話まんまの旅をしたのかもしれないですね。最後にアテナイのアクロポリスの南斜面には、今から2600年以上前、紀元前6世紀頃に建造されたとされ、1万5000人以上を収容できるディオニューソス劇場があるのですが、古代ギリシアではこのアテナイをはじめとするギリシア各地が日程を変えて季節ごとにディオニューソスの祭り、ディオニューシア祭を催し、そこではディオニューソスに捧げるギリシア悲劇が上演されました。ディオニューソスは、アテナイ人が抑制していた野蛮な本能的人間性を表す神とみなされており、ディオニューシア祭は感情的な悲劇などを通じて、日常の生活の中では口にしなかったり、共有し得ないであろう考えを浮き彫りにし、人々が抑圧されたものを発散する機会だったと考えられています。いかがだったでしょうか。古代ギリシア人にとって、ギリシア神話とはおとぎ話などではなく、この世界の成り立ちを説明する万能学で、歴史そのものでした。そのギリシア神話の中でも登場機会の多い神様のキャラクターを知っていただくことで、
ギリシア神話並びに古代ギリシアへの理解を広げていただければと思います。それでは次回、圧倒的処女神、暖炉や家庭の女神、ヘスティアをお楽しみにしていただければと思います。それでは、アーサーでした。